東京オートサロン2024、日産が発表したのはアリアニスモになります、はい、去年からですね、スカイラインニスモ、Z ニスモと矢継ぎ早に新製品を出しているニスモが、アリアで出してきました。はい、リーフニスモがあるんで EV 初ではないんですけども、EV ニスモラインナップの頂点ということになります。でラインナップをちょっと先に言っちゃうと B9 と B6 の2モデルが用意されますね。あ、両方とももちろん E フォースです、B9 E フォースと B6 E フォースだから、この特に両方とも、E フォース、つまり四駆なんですよね、ここに今回このニスモの味が入ってるのかなというのは想像できますね。電気自動車なので、プレゼンテーションで語られたのは、重いのは致し方ないと、なんですがその中でニスモらしい、ハンドリングを出していきたいということで、やっぱりハンドリングにこだわったという話はおっしゃってましたね。なるほど、詳細が語られてないんですが、本モデル専用タイヤ、パイロットスポーツ EV がついたやつですね、これの20インチそして光合成アルミホイール、さらに、シャシーを構成する各部品にもニスモ専用のチューニングを施すって書いてあるんです、そして最後に E フォースに、ニスモ専用のチューニングのニスモ E フォースですね、ニスモチューンド E フォース、限界走行時においてもより高いライントレースを実現する、言ってるだけではよくわからないんですけども、制御はもう変えてきたということですね。発動力制御でやってくる、ということですね、で同時に、モーターも機械的にはどうやら変わっていないみたいなんですが、ソフトウェアのチューニングで、出力を1割上げたそうです、約 10% 向上。 B9 の方で 320kW 600Nm で、 B6 で 270kW 560Nm となってます。 320kW というと多分435馬力ぐらいだと思いますので、パワフルですよね、それに加えてドライブモードもニスモ専用のモードが用意されて、それによってこのモーターの一気に出せるトルクを生かした加速が味わえる、マッピングが用意されるようです、このあたりは、今まで出してきたニスモの例えばリーフもそうですしノート、こちらもそうですよね。電気駆動のメリットを生かしてもう車の特性というか、アクセルに対する反応をガバッと変えられる、これが電気の面白さなんで、そこを積極的に生かしたということなのかなというふうに思います。なので EV らしい、ニスモの在り方をしっかり考えてきたモデル、ということになりますね。そして、あとはね、やっぱデザインと空力だと思うんですけど、ちょっとデザイン見ていきませんか。デザインなんですけど、Z ニスモとかスカイラインニスモで見せてきた、この下側を赤いラインで、まとめてくるというか回してくる、そうですね、それでロー&ワイドを強調したデザインに仕上がってますね、見ての通りエアロの、下側のエアロが特に強調されるデザインになってますよね、空力特性では、要するにフロントから入ってきた風を横に流してそのまま、後ろがダブルスポイラーになってるんですよね、こちらに空気を回して、ダブルスポイラーで剥離していくという、そういう空力を目指しているというふうにおっしゃってましたね。なるほど、そうなんです、ルーフスポイラーの側がかなり特徴的ですよね。ここ、屋根の上通ってきたものはここから入ってくるんですね。そうです。つまり上のスポイラー、これはダウンフォースを生まないんですよ、うまく通してここでダウンフォースを生むという形なんですよね、これがダブルスポイラーのうまみだと思います。で、リアの、リア側はこう、スカイラインニスモに強調するこのセンターライトがついてますね。あ、そうですね、ここね、LED で光ると思います、これね、そう、ニスモ、最近使ってきましたね、スカイラインの時もこれなんだろうと思って光らせてみたら、これ、表情も出るんで、もちろん暗い時とかね、霧がかかった時とかのフォグランプのメリットもあるんですけど、なんかね、ちょっとコンペティションの匂いというか、F1 とかスーパーフォーミュラのマシン、GT もそうですけど、天気悪い時ってリアランプ光らせるじゃないですか、なんかね、ちょっとあれを彷彿とさせるデザインだなというふうに思いますね。インテリアがまた、ニスモらしい仕上がりになってますね、開けてみましょう、ブラック&レッドでまとめられたインテリアなんですが、まずインパネ周りなんですが、黒が本当に強調されてますよね、そしてその中をこう横一文字に貫く赤いアクセントのカラーが入ってます、正直ベース車ってスポーティーとかそういうのとは違うちょっと和の雰囲気みたいな空間じゃないですか、ここまでスポーティー感出るもんなんですね、やっぱりリンプルの加工が入ってるステアリングとかで、あとはねシートじゃないですか、このリンプルの奥に赤があるんですよね、だから透けて見えるような感じになってるんですけど、パッと見黒だけどよく見ると中赤い、これね洒落てますよ、この足元の真ん中に光っている、あの部分も赤色になってるんですよね、このドアもそうですよね、ちょっとアンドンのようなというかね、そういうテーマがあったと思いますけども、これも赤く光らせると
なんか全然違うテーマに見えてきますよね。そしてまあニスモ専用シートになっていて、こちらにニスモステッチが入っているという形になりますね。鉱石もね実は、はい、しっかり作られております。フロントと同じテイストなんですが、座面にレッドが入ってレッドステッチが入っていて、はい、でこのスウェード調の素材でできているという感じになりますね。アリアニスモ見てきましたが、まあ、ニスモがやっぱりやってくると統一感めちゃくちゃあるなというのがまず一つ、うん、もちろん、ね、これ今回スカイライン GTR Z と並んでるんですが、ちゃんと同じ世界観を、ね、表現できているなと思います。アリアってその、まあ、未来的な日本みたいな表現されている車じゃないですか。デザインかなり先鋭的だと思ってるし、はい、その鮮度って未だに全く失われてないなと思うんですけど、これが、ね、ちゃんとニスモになるんだなっていうのが僕は、ね、結構驚きで、しかもかつやっぱり先進感あるじゃないですか。この顔つきとかってもう、ね、デザインだけでもこれありだなというふうに、ね、ちょっと思いますね。でやっぱりでもそうは言っても走りでしょ、はい、四駆、ね、e フォースの面白さって僕ら散々これまでも経験してきたじゃないですか、はい、それがさらにスポーツを極めると一体どんなことになるのか、はい、早く乗ってみたい、そう、それこそ雪上みたいなところでも乗ってみたいなというような気持ちがちょっと湧き上がってきてますね。だから電気自動車って特に電気駆動でやるとそういう走りの喜びって違う方向にどんどん拡張できる、はい、まあ、この車がそれを見せていくっていうのが、まあ、ニスモにとってね、ニスモ、まあ、日産にとってかな、はい、すごく重要で、まあ、例えばフォーミュラー E をやっていたりとかね、そういう電気駆動、まあ、E パワーもやってる、そしてこの、まあ、EV も早くからやってる、まあ、そういう日産らしいもの、らしい持ち味とニスモのその融合っていうのかな、はい、それがねこの車どんな形で表現されているのかっていうのをね、まあ、とにかく早く試してみたいですよね。今回のオートサロンといえば、うん、レクサスも RG のスポーツモデルをもう市販モデルとして発表してきてるんですよね。 RG450EF スポーツパフォーマンスですね、はいはい、つまりガチンコでライバルになるモデルが日産からも出てきたということで、うん、はい、この電動 SUV そしてハンドリングを極めた系の車っていうのはやっぱ両方乗ってみたいですね、うん、そうですね、乗り比べたいって思っちゃいますね、うん、電動先にやってきた日産がニスモと組んだらどうなったか、うん、はいはい、楽しみですね、これは、はい。